残るスポーカー最終12レース S 級準決勝3組目スタート。地元1番の平尾が迷わず前を取り、4番の山田秀明と本戦の西九州勢がすっと前を取りに行きました。5番の青森佐藤和也が3番で、後方から3番神奈川福田智也が上がってまいります。5番の佐藤が1車下げて4番手、6番の大川隆二5番手、ここは後ろ攻めが広島トリオであります。同県同期で2番の池田亮が番手、7番の西田正史がここは後輩2人に任せて広島3番手固めました。1周4コーナー手前3対1対3対列が固まりました。迷わず前を取った地元111番の平尾です。予選7レース4番手からまくり返しちぎって圧勝劇でした。今日は項目を得ました初連携、4番車佐賀の山田秀明です。特選組、今日は負けられない戦いです。同じく特選組、3番の神奈川の福田智也が西九州の3番手を主張しております。5番青森の佐藤和也、予選は番手戦、根本のまくり返しを捉えて勝っていますが、準決勝短期戦、まずは切れ目の4番手から流れに乗じてどう立ち回るか。広島トリオ5番手以降、先鋒役6番の大川隆二です。予選競争3番手、後方からの動き合わせながら追い込んで2着に入っています。同県同期2番の池田亮、予選は再起マーク2センターから直線中伸びて3着に入っています。第3周回です。7番の西田正史は今日は広島ライン3番手固めております。1周目の4コーナー手前で3対1対3対列が固まり、静かな状況の最終レース3つ目の S 級準決勝、大きくは1番平尾対6番大川の2分制の構図。3周回目3コーナーに入りました。広島トリオ大川の出方やいかに、外に持ち出して様子を見る1番平尾が先頭への車間を少し開けた。残り2周大川が抑えます。5番の佐藤は切り替えるかどうか、1番平尾は4番手で切り抜けて車間を開けた。このまま5番佐藤まで味方に平尾が入れて4車となりそうだ。残り1周半大川が先行体制、打掌を過ぎ2センター手前、徐々にスピードを上げる雰囲気か。4番手から平尾が攻めてきた。地元バンク平尾のかましです。広島トリオの夢を打ち砕くか。最終1コーナー1番の平尾がかました。6番大川が最後の車飛びつけない。3番手の3番福田が離れて、広島トリオが3、4、5番手、いや5番手が競っています。3番手に大川、4番手池田、2番手山田は車間を分けています。4番手から池田亮が追い込む勝負。3番手大川どちらを外へ持ち出した。1番の平尾先頭、4番の山田並んで追い込んだ。4番1番6番の模様です。測ったがごとくしっかり捉えて西九州のワンツーリプレイです。平尾和明のかます先行、直線入り口、後ろの選手の動きを確認、最後平尾選手を残し気味に寸前で逆転。4番1番6番の大川選手、3番と収まってそのまま流れ込んでおります。上位3名は4番1番6番の模様です。山田秀明、平尾和明、大川隆二です。決定放送お待ちください。以上最終レースでした。